ラクタ仮面、ついにラファのサイクルジャージゲット。マンドリル、やばいんじゃない。チームアリーベデルチ、サイクルジャージを着て1本目の動画はタムさんの愛機、イギリス製のカスタムミニベロ、アレックス・モールトン SST-SP-105 だ。50万円以上するハイエンドモデルはお城の中で作られているらしい。やばいんじゃない。というわけで、王族専用ミニベロ、重量計測マンドリル、いろいろな高級機材で固められたこのタム3号、果たして何キログラムなのか気になるマンドリル、やばいんじゃない。タム3のモールトン、重さは何キロなのか、いっちゃいます。止まってます。15点、見てみよう。結果は 15.72 キロ、ヘビー級だな。高級カーボンロードバイクと比べると倍ぐらいの重さがある。でもまあ以前のあの e ムーバーに比べると3分の2ぐらいの重さなんで、持ち上げることはできた。で、コンポートとかいろんなのの説明は写真で説明してきて、ちょっと、お待ちください。でちょっと軽く乗ってみようと思うんで、よろしくマンドリル。乗れるかな、これサドル高いかな。で、ドロップハンドルになってるんで、これたちローディーにも扱いやすい。イギリス王族の気品あふれるミニベロモールトン、お城の形のエンブレム生かしてるマンドリル、そしてタムさんのこだわりのカスタマイズがこれだ。コンポーネントは安定安心のシマノ105で組まれている。いいんじゃない。ハンドル周りはガーミンやスマホ、ベルなど最先端の機材で組まれている。この2本の飛び出たマウントにはボルト800とボルト1300、ロングライド時にダブルマウント、やばいんじゃない。イタリア製の革サドル、おしゃれマンドリル、レザーサドルバッグとの相性バッチリマンドリル、なかなかやるじゃない。シートポストには電動ポンプとボトルを装備、巨大チェーンリングでロードバイクに負けない加速力、いいんじゃない。衝撃を吸収するダンパーも搭載、ロングライドに最適マンドリル、いいんじゃない。軽くて強い、窃盗団から愛機を守るタイガーロック、地球ロックに最適マンドリルだ、いいんじゃない。モールトンの詳細は概要欄をチェック。マンドリルだ。オルトレ XR3 ディスク操る荒北仮面、なんとこのミニベロの加速力に驚かされたマンドリル、なかなかやるじゃない。あれですね、ミニベロの人はすごい加速力ですね。これはあれですか、やっぱチェーンリングがでかいからですかね。そうですね、やっぱチェーンリングがでかいとミニベロでも結構加速しますね。いいバイクだと思います。それじゃあまた会おう、アリーベデルチ。今日の動画楽しんでもらえたかな。もし楽しんでもらえたなら高評価、チャンネル登録、いつものようによろしくマンドリル。ラファカスタムで作った荒北仮面サポートチームアリーベデルチのジャージもよろしくマンドリル。貴様らにも良きサイクリングライフ訪れること荒北仮面願ってるぞ。また会おう、アリーベデルチ。さよならだ。